福岡ソフトバンクホークス対福岡ソフトバンク。この場面で打席には山川が入ります。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは大事なんだ。インサイド落ちました。ワンアウトランナー二塁と変わっています。打順は1番に帰ります。バッター柳田、今日はまだ当たりがありません。フォアボールのランナーが出ています。外の球打った、取った、二塁へ送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレーでスリーアウト。バッターボックス岡本、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトになっています。さあ1点差ながら勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。インハイ決まります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。見逃して三振です。ソフトバンクホークスが僅差で勝利。